ヤメスダレをご存知でしょうか。古い歴史を持ち、一つ一つ緻密な手作業で作られる工芸品です。今回は福岡県知事指定特産工芸品ヤメスダレをご紹介します。ヤメ提灯やヤメ福島仏壇など竹を使った工芸品の製造が盛んなヤメ地域、ヤメスダレもこの地域の豊富な竹を使って古くから作られてきました。ではヤメスダレについてお話を伺います。鹿田産業の鹿田さんです。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤメスダレはいつ頃から作られているんですか。はい、まあ、明治時代からこの地方では作られているんですけども、まあ、弊社がやり始めたのはだいたい100年ぐらい前から生産を開始しております。長い歴史があるんですね。はい、あります。どういった特徴があるんですか。ヤメスダレというのは、まあ、もちろんそのヤメで生産されていること、ヤメ産の竹を使っていること、足踏み食器というものがありまして、それを持って編んでいること、編む際に使うこの糸は、まあ、縦糸と言います。これはねじり編みという技法で、まあ、編むことが条件。竹には節がありまして、その節をこう揃えていること、それとこのヘリを手縫いで編んでいること、まあ、これがヤメスダレの特徴となっております。このヘリの部分の模様もすごく綺麗ですよね。はい、これはくるみがすりのヘリです。くるみがすりは実はその広川町の方で生産してます。弊社のすだれを、まあ、コラボしてくるみがすりのヘリ付きのヤメスダレを作ってみました。実際にその作ってるとこを見たいんですけども、ぜひお願いします。はい、じゃあ見せてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では工場にやってきました。今手に持たれているのが、これはですね、もともと竹これぐらい、これ4メーターでうちの方に材料入ってきます。はいはい、でそれを大体4分割ぐらいですね、するんです。ちょっとここに山が出てると思うんですよ。これ高くなってる方が表になります。はい、そうです。その間隔をですね、合わせまして、まずでそれを色合わせして、それを編み始めるわけです。はい、こちらの作業は何をされているところなんですか。あのですね、竹を先ほど言いましたように厳選したやつをですね、はい、ちょうど1枚分をここに載せまして、それをきれいに二節を揃えて編んでるところでございます。はい、竹の表と裏を交互に編んでます。もう職人さんの手の感触でもう裏表分かりますので、はい、それで編み上げております。この作業がヘリ付けなんですね。そうです。はい、この作業のポイントってどういったところなんですか。やっぱりですね、こう同じ感覚で綺麗に編んでいかないと、やっぱりシワになったりですね、こう下げた時にちょっとシワになったりとかしますので、同じピッチでですね、綺麗に縫い上げていかないといいすだれはできません。1枚のすだれができるまでにどれぐらいの日数がかかるんですか。そうですね、先ほど材料を見ていただきましたけど、材料をまあ切るところからですね、でうちがもう完全に仕上げるところまでやっぱり1ヶ月ぐらいはかかりますね。1枚で1ヶ月。はい、房をつけまして、これで一応仕上がった状態になります。これ房がつくと高級感が、そうですね、またはい、本当に繊細で温かみのある製品だなと思ったので、なんかもっともっと身近に、そうですね、感じられたらいいなって思いました。うん、そのように頑張っていきます。はい、ぜひぜひ、はい、頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。伝統の技を守り、緻密な手作業で作られ、趣のあるヤメスダレ、いつまでも大切にしていきたいですね。ヤメスダレよろしくお願いします。